急に何を言ってると思われるかもしれないが、僕だって今どういう状況か教えてほしい。僕は、見知らぬ土地で、目を覚ました。地べたに寝てたせいか体痛いし。どこ？ここ。なんで僕ここで寝てたんだ？そうだ、携帯。ポケットをまさぐり、携帯を取り出す。ひとまずお母さんに連絡を取ろうとしたが、なぜか僕の携帯は圏外であることを示すだけで、携帯電話たるゆえんを果たさない。はぁ？これ。ワンちゃん、さつきの家の誰かにやられた感じかな。携帯が圏外なのは解約されたからで。担当直入に言おう。僕の母親を除いた親戚連中はこぞってクズであると。幼少の頃にはおじさまに遊び感覚で命を狙われたり、母のいないところでおじいさまからいらない投資の勉強を強要されたり、あげたらキリがない。きっと、これも遊び感覚で誰かしらが実行したんだろう。あの家の人らならやりかねない。はぁ？とりあえず、ここがどこなのかだけでも知っておかないと。帰るに帰れない。帰ったらまず、これ考えたであろうおじさまに土下座させてやる。絶対。はぁ？はぁ？どっち？さっさと答えなさい。あまね、想像しいな。もっと静かにできないのか。そうそう。こちとら父さんと仲良く茶しばいてんだから。それよりもあまねもどうだ？お茶。お茶しばく前にあんたらのことしばいてもいいのよこっちは。というかえせ方言ムカつく。あは、めっちゃわかる。で、どうしたのよ、そんなにはしゃいじゃって。しらじらしい。スバルがいないの。どっちがやったかは知らないけど、どこにいるかさっさと答えてくれない。あと、そっちがそういうことするなら、今日はもう帰るから。はて、何のことだか。お前は知ってるか？さあ、あでも。ちょうどスバルくらいの大きさの荷物をかなり遠くに送りはしたかな。ああ、もしかしてあれって。今度っていう今度はシャレになってないんだけど。そう気を荒立てるな。知らぬ場所に木の幹のままで送られたとて、あやつは諦める玉ではないだろ。それとも。あまね、お前は自分の息子を信じれないのか？何言ってるの？もしかして父さんボケ始めた？老人ホームの予約なら済んでるけど。残念だが、私の頭は今思っても健在だ。それはそれでムカつく。はぁ？もういい。私はスバルを迎えに行く。どこに？スバルが今どこにいるか知ってるの？あまね。ここでお前の得意とする、賭けを私たちとしようじゃないか。内容聞かなくてもわかるわよ。私はスバルが。はぁ？疲れた。近くを一通り散策し、わかったことといえば、ここがおそらく僕の住んでいる場所ではないことだけ。だけど、具体的にどこかはわからない。どうするかなぁ。これから。帰るって言っても、僕の持ち物に現金もパスポートも。そうだ、今僕はパスポートを持ってない。どうやってここに置いていかれたのかもよくわかってないけど、十中八九まともな手段じゃないことは確信して言える。なら、強制送還されればいいだけの話。帰るための策を思いつき、とりあえず現地の警察に取り合ってみようと立ち上がると、数人の男性に囲まれ、容易に持ち上げられ、どこかの路地に連れて行かれる。い、た、あなたたち、僕に何か、そう言いかけた時思い出した、ここは僕のいた場所とは違う。おまけに、僕の言葉は相手に通じない。ああ、まずいな。僕の身体能力じゃ成人男性数人相手に逃げれもしないだろうし。半分諦めも入り、僕が少し体から力を抜き、地面に視線を落とすと、路地の入り口を塞いでいた男性たちの方から何やら鈍い音がし、僕のわかる言語で話しかけられた。君、大丈夫？誰だ？なんで僕を助けて？いや、それよりなんで僕のわかる言語を。あれ？もしかして間違えた？ああ。こんなことならちゃんと教えてもらうんだった。ああ。いえ。ちゃんと合ってますよ。それよりも、どうして僕を助けてくれたんですか？どうして？子供を助けるのは当たり前。だから、それよりも大丈夫？どこか怪我とかしてない？はい、おかげさまで。あ、一つ聞きたいんですが、この近くに警察などの公的、あ、そういう類に助けを求めれる場所ってあったりしますか？あ、おすすめはしないかな。多分、君は自分がいた場所基準でそう言ったんだろうけど、この辺の警察ってあんまりちゃんと仕事しないから、賄賂に汚職、エトセトラエトセトラ。もし何か困りごとなら、私が力になろうか？今も助けてもらったのに悪いですよ。って、いつもなら遠慮してるんですが、今の状況的にそうも言ってられないので、助けてもらえると嬉しいです。悪い？ってそう使うんだっけ？遠慮しますって意味での使い方なので気にしないでください。やっぱり難しい。ま、ついてきて。知らぬ土地。僕は目の前の人に頼らないと帰るどころか、生きることも難しそうなので、おとなしく後をついていく。
ここに来るまでに、出したような銃を装備した人と何人かとすれ違い、本当にここが僕にとって見知らぬ土地なのだと実感した。怖い。銃や刃物が。ええ。まあ。僕がいた場所では、あまり。いえ、見かけなかったので。この辺じゃ、自分の身は自分で守らないといけないから。さっき身をもって体験したと思うけど、この辺は治安良くないからね。だから私たちみたいなマフィアが、治安維持のために動いてたりするんだよ。まあ、全部が全部ってわけでもないけど。そうなんですか。あれ？僕の聞き間違いかな。今、マフィアって言わなかった？あの、失礼でなければ聞きたいんですが、今、マフィアって言いました？うん。君が今いるここはマフィアの拠点。そして私はそのマフィアの首領。って言い方で合ってる？ええ、合ってます。さ、ここで君には二つ、選択肢がある。一つはマフィアに関わらずに、どうにか元いた場所に帰る。もう一つは、私やファミリーに協力して、安全に元いた場所へと帰る。なんとまあ、身に覚えのありすぎる選択肢になってない選択肢だことで。先に言っておくけど、もちろん、ただで助けて、なんて虫のいいことは言わないでね。協力の内容にもよります。それを明確にしてくれないのなら、僕は首を縦には振りません。この状況で、おじけず。そう言える子。私、好きだよ。まあ、そうだね。いくつか協力してほしいことがあるんだけど、ひとまず治安維持かな。どれだけ腐ってようと、この場所は私の、私たちのふるさとだから。なら、こちらからも条件を出します。僕があなたたちファミリーに協力している間の安全の確保と、衣食住の提供、それさえ守ってくださるなら、僕はあなたたちへの協力を惜しみません。へえ。こういう時、普通なら人の命は奪いたくないっていうところだと思うんだけど、それで、協力しているうちに仲間意識ができて、ファミリーの誰か、私たちの場合は私の命の危機で、君が自らの手で人の命を奪う、みたいな展開になると思ったけど、ドラマや映画の見すぎですよ。僕の最優先の目的は帰ることです。見ず知らずの土地から帰るっていうのに、それまでの経路とやかくは言ってられないですよ。君みたいなのをなんて言ったっけ？習慣じゃなくて、なんて言ったっけ？奪還ですか？そうそれ、でも、いいよ。私そういう子も好きだから、じゃあ契約成立ってことで。私の名前はアメリア、オルシーニファミリーの首領、アメリアオルシーニ。僕はサツキスバルです。スバ？どう書くの？紙とペンありますか？僕がそう聞くと、アメリアさんは少し席を立ち、紙とペンを用意してくれ。僕はその紙に漢字表記とアルファベット表記で自分の名前を書いた。サツキ、スバル。長いからバルでいい？愛称で呼ぶのは構いませんが、名前の切り取り方特殊ですね。ああ、言い忘れてましたが、ワンチャン僕は不法入国してる可能性もあるのでその辺もお願いします。うっわ。私もマフィアだったことを後から言ったのはずるかったと思うけど、それはもっとずるいんじゃ。まあ、その辺はお互い様ということで、隠して僕は見ず知らずの場所で、マフィアの首領の手を借り、元の場所へと帰ることにした。し、バル、いい子だから静かに。与えられた部屋のベッドで体を休めていたら、急に部屋に入ってきたアメリアさんに手で口を塞がれた。大きな声を出さない、わかった？わかったならゆっくり首を縦に振って。理解したことを伝えるため、僕はゆっくり首を縦に振る。すると、アメリアさんはすぐに手をどけてくれた。はぁ？一体何なんですか？今何時だと思ってるんですか？夜遅くにごめんとは思ってる。でも、バルに聞きたいことあるし、周りに聞かれるとお互い不都合だと思って。なら、もっとやり方はありましたよね。ほら、ヨバイって文化もあるし。もう廃れましたよその文化。というかそれ犯罪ですって。推定不法入国者の君がそれ言うの？それはまあそうですけども。で、そんなジョークを言いに来たわけじゃないですよね。まあ、ヨバイってのはあまりジョークじゃないんだけど。一番ジョークであってほしいんですけどそれ。だってほら、私、オルシーニファミリーの首領でしょ？でしょって言われましても。後継とか色々と必要で。マフィアの世界っていつ命を落としても不思議じゃないし、そこで君でいっかって。適当ですね。というか、こんな知らない土地ですら僕は権力だの後継だのに巻き込まれるのか。どこも似たような問題だらけなんだな。それで、バル、どうする？私は無理やりってのも趣味じゃないんだけど。はぁ？そんなの、あなたでも僕がなんて言うかはわかってると思いますが。そう？じゃあ、無理やりしないとか。なるべく痛くしないようにはするけど、テンション上がったらわからないから。そう言うなら、僕の服のボタンを外すのをやめてもらいたいですよ。僕は諦めながら、そんな言葉をこぼすのであった。